ヒマラヤ設計はヒマラヤの海抜4000メートル近くの山岳地帯で見られるシャコの仲間ですシャコの中では特に大型で体重が3キログラムもあります 雷鳥はユーラシア大陸、北アメリカの山岳地帯に広く分布していますこれは日本の夏の雷鳥ですが、春、夏、冬と3度羽の色が変わります北アメリカ中西部の大草原に住むキジオ雷鳥のオスは 繁殖期になると、朝早く決まった踊り場に集まってきて、派手な吸魂のディスプレイを始めます。まもなくメスがやってきます。普通メスは、踊り場の中心に陣取った最も優位にあるオスと交尾します。 北アメリカの七面鳥は野生種でも体重が9キログラム。体重の重い鳥ですが飛ぶこともできます。七面鳥もオスが踊り場に集まって陣取り合戦をし、メスがやってきて交尾します。 ホロホロ鳥はアフリカの草原や森林で群れを作って暮らしています。 オーストラリア南西部の草むら塚作りは、とても変わった卵の返し方をします。オスが1年の大半をかけて、卵を返すための塚を手入れし。メスは卵を産むだけです。オスは卵にすぐ砂をかけて埋めます。卵は塚に埋められた植物の発酵熱で孵化するのです。 他の手入れに熱心なオスもヒナには無関心ですヒナは孵化すると自力で這い出しヤブに走り込み親の助けなしに一人で生き抜かなくてはなりませんカブトホウカンチョウは南米コロンビアとベネズエラの北部の森林地帯に住んでいます 飛ぶのが苦手で主に地上で生活します頭の上の角は求愛のディスプレイをするとき使われますアフリカのカンモリズルは他のツルと違って乾いた草原で暮らしています 今から六千万年前、大いに栄えた、いわば生きた化石の鶴です。盛んに泣きながら求愛のダンスをする単調。東アジア特産の鶴です。鶴の仲間は、いずれもダンスをすることで、つがいの結びつきを固めます。 若い鶴も興奮すると踊りますほとんどの鶴は今から5000万年前の氷河時代に現れた寒い気候に適応した鳥です生活に適した出現の減少などから多くの鶴が数を減らしています単調も全体で1000倍かしかいません ブロズルはかつては中央ヨーロッパから東シベリアにかけて広く分布するごく普通のツルでしたしかし今ではスカンジナビアでしか見られませんツルは普通2つ卵を産みます カナダズルはシベリアの東端から北アメリカに住み冬はメキシコ湾の越冬地に向かいます途中の休憩地では白クなどと一緒です絶滅に瀕したアメリカシロズルは大変な努力の末1970年代にようやく75羽まで回復しました人工的に孵化させた後 カナダズルに里子に出すことが行われていますオオズルはインドから東南アジアにかけ一年中同じ地域で暮らすツルです袖デグズルはシベリアで繁殖するツルですが 冬はインドなど南アジアにわたって越冬します。 ルモドキは北アメリカ南部からアルゼンチンにかけての湿原に住む中型の鳥で頭を水の中に突っ込んで探す主な食べ物は大型の淡水産の巻貝です。 美しい羽の色をした星形は東南アジアからオーストラリアに住むくちばしの短いクイナの仲間ですニュージーランドのタカヘは星形に似た飛ぶことができない珍鳥です19世紀に絶滅したと考えられていましたが1948年に再発見されました ベーカもニュージーランドの鳥で飛ぶことができません。アメリカ紫色は北アメリカ南部の沼地で水蓮の葉の上を忙しく歩き回って餌を探します。 ノガンは空を飛べる最も重い鳥で体重が20キログラムを超す場合もありますオスが踊り場に集まって行う球根のディスプレイは非常に素晴らしいもので体中の15種類もの羽を広げたり逆立てたりして自分の魅力をメスに売り込みます ヒメノガンは体重が500グラム余りの小型のノガンです。何度も何度も地上から飛び上がってメスに求愛します。ノガンが一番多く見られるのはアフリカの草原です。黒原中ノガンはアフリカ大陸全体に広く住んでいます。 オオノガンもアフリカに広く分布しています羽を逆立てて走ることでメスの注意を引こうとします